2万歩歩くまで広島帰れません。嘘やろ。面白い。やったぜ。嬉しいです。頑張ろう。あとちょっと、はい、え、待って、うん、というわけでここからはじゃあリスンさんと3人で回ることに、はい、ここまで一応万歩計皆さんにつけていただいてて、はいはい、今村さんがつけてた万歩計をリスンさんに引き継ぐということで、はいはい、結構歩いたの。そうですね。で、私は9800。すごい。私は17,37歩、で、みちさん見てください、はい、そう、みちさん、これを2万歩目標ですね、はい、2019。え、ギリ、あのちゃんとみちさん、初めから一緒に歩いてたんだけど反応する、反応されてなかった、ね、じゃあ、出発しましょう。はい。リッセンさんとか原宿って来たことあるの？はい、私は小学校6年生の時に来て以来はもう行ってなくて、人生でまだ1回しか行ったことがないのでめちゃくちゃ楽しみです。やったね、2回目じゃん。2回目。次ミートアップね。今さっきのロードじゃあちょっと僕らはここで待ってるんで、じゃあ買ってきてもらって。はい、了解です。いってらっしゃい。買ってきました。ともちゃん、いちご飴買ったんだね。はい、いちご飴。これが美味しそう。久しぶりだからめっちゃ嬉しいです。これはなんか第2のすごい有名って書いてあったんで、いちごのタピオカにしました。え、タピオカさん、ヨーロッパ、え、なんか甘いね、ものを飲んでたのでしょっぱいものを食べたいなと思って。まあ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 、まあ、なのでそれぞれ違って、でもいいですね。いいですね。いい感じです。じゃあいただきます。いただきます。よし、どう？うん、まあいい。今からどこに行くんですか？今からは東京駅の方に向かって、はい、どっかに行きます。どっかに行くんだ。言ってくれないの？秘密です。着いてからのお楽しみ。あ、本当に？でもさ、東京いつも来てもさ、お仕事ばっかしでさ、うん、まあ全然こう歩いたりとかせんやんか、うんうんうん、ちょっとなんか思っ、なんかすごいよね。すごい。確かにね、嬉しい。じゃあここからは真面目タイムということで、まあ、今後の目標といいますか、うん、ここのステージ立ちたいとか、うん、達成したいとかってありますか？あ、でも私は、うん、あの先輩方立ってたんですけど、武道館に自分はあの見てたので、うんうん、あの実際やってるのを配信で、うんうん、それを見て自分もいつか立てたらいいなって。じゃあリネさん、はい、はい、私は
YouTube の目標なんですけど、はい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 、10万人、登録10万人を目指したいです。そうだね、この今撮影してる時点で、7.4 万人ぐらいということでね。STU ラボが始まる前は、6点何万人とかだったんですけど。STU ラボがね。うん、でも本当に、STU ラボが始まってから1万人弱増えたので、うん、増えてるよね、本当に。そのまんま10万人を目指して、銀の盾を。そうだね、みんなで持って、ね、持ちたいね。頑張ろう。なんかそういう動画を出したいです、いつか。もらいましたっていう、ね、台風動画を。やっとみたいなね。うん、確かに、やりたいね。決まります。じゃあ次、つばはさん、カメラ持ちますので、うん、目標を。なんだろうね。また、全国ツアーがしたいなって。あー、決まりました。もちろん、瀬戸内で活動してるんですけど、うん、いろんな方に、こう、ST48知ってもらうためにも、全国ツアーね、またやりたいです。うん、そうですね。だからやっぱ、いろんなところでパフォーマンスをしてさ、みんなに勇気を与えれるようにちょっと、うん、目標です。いいですね。全国ツアーがしたい。はい、全国ツアーしたい。ですね。すごいみんな、いろんな目標がありますね。はい、ですね。そろそろね、次の目的地が見えてくるのではないでしょうか。はい、お、すごい。え、これですよね。これです。皆さんに見せてください、ももちゃん。じゃーん。こちら、国立競技場でございます。すごい。国立競技場ってあれですよね。アーティストさんとかライブできる。そうです。あとスポーツ。スポーツですね。東京オリンピックの開会式、閉会式、ここで。信濃町駅。じゃん。あら、あら。信濃町駅。私？私の家。あれ、家ですか？私の家やわ。トラハさんの信濃町。じゃん。信濃です。すごい。私や、うん。東京にあるのは知ってたんですよ。あ、そうですか。信濃町があるのは。うん。でもなんかこういつも通るだけやったからタクシーとかで、うんうんうん、だからこうちゃんとツーショット撮れました。おー、よかったです。ツーショット撮れた。 あそこに。うわー、すごい。あ、トラさん、トラさんが東京に帰ってきたよ。初めて来たのに。すごい。すごい。え、めっちゃ来ました。その街駅広いですね。これは私が建てました。あ、テロップ嘘です。ピンポンっていうテロップ、あの、ピンポン、ピンポン、亀印。ピンポン、亀印。え、すごい。これ嘘です。初めて来た。今現在何歩くらい歩いてるか行ってみてください。13,212です。あと7000歩ます。6305歩です。あら、でも進みました、だいぶ。そしてリネタンは15,654 です。お、一番近いね、2万歩に。はい、あと4,400ぐらい。実はまだ、だから4キロ、5キロぐらいあるんですよね。そうなんですね。まあ確かに、ちょっと疲れがね。そうですね、ちょっと疲れ、しゃべりを見てくださったらわかるんですけど、結構疲れちゃう。ちょっと疲れちゃってきてもね。そうです。ちょっとどうしてもしんどいなっていう時には一応お助けもございますので、どういうお助けかわかんないですけど、はい、何かわかんないんだけどね。ちょっとお助けいいですか、聞いても。わかりました。サイコロを振ってもらって、はい、出た目の数分の駅、はい、電車乗れます。え、じゃあ4以上出ればもうゴール、東京ゴール。でもだいぶ可能性が、いや、あるよ、うん、可能性ありますね。そう、じゃあお助け使うということで、はい、はい、でも今日はいっぱい喋ってくれたリネさん。うん、じゃあ、トラハさん。じゃあ、うん、うん、リネさん。本当ですか？うん。何が出ても大丈夫。そう、何が出ても大丈夫。じゃあ、一旦、お祈りさせてもらってもいいですか？はい。いや、いつものね。はい。公演前にやってるんですよ、お祈り。何それ？ずっと、ってやってるんです。絶対に？絶対に公演前やってる。マックできる。多いし長いです。うん、キリンさんみたい。長いな、ね、ちょっと祈ってくれた。オッケーですか？枝。しますか？神の手が。神の手が。前降りてきました。前降りてきた。
じっちゃんの名にかけて、はい、6を出す。あ、持っとくよ。これは手で持って振りますね。この中に入れる。いきます。4以上でゴールですよ。4以上でゴールです。頑張れ。大丈夫だよ。そうです、そうですね。東京駅の一駅手前のところまで、じゃあ。そうです。大丈夫。というわけで、神田駅までやってまいりました。で、ここ神田から東京駅まであと一駅ですね。距離にすると1キロあるかないかぐらいです。はい。20分ぐらいですね。じゃあ、あっち側ですね。向かって、はい、あっちです。はい、歩いていきましょう。ちょうど東京駅まであと一駅なんで、あるんですけど、うん、汗もびっしょりかいて最高マックス。いいね。揚げ度マックス。揚げ度マックス。揚げ揚げ唐揚げって感じです。どういうこと？でもだいぶ夜も暗くなり、そうだね、でもだいぶ涼しくなったよね。ちょっと暗闇でも歌う？夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つき、うろたえて無駄までいたい、次の朝がやもういいですね。暗闇、もう暗闇なんで、暗闇の中で暗闇を歌うという。そうですね、ちょうど東京はい、大阪も知らなかったから、はい、なんかいろいろ行けてよかったなって、はい、普段は仕事とかだと、うん、来るは来るけどどこにも行かないことが多いので、うん、今日は来れてよかったです。よかったですね。ちょっとしたらゴールで。そうです。しかもあれらしいよ、東京駅のさ、うちらはいつも新幹線さ、乗るだけだから八重洲口じゃん、いつも。あ、八重洲口で。でも、なんとこのルートは、はい、あの有名よく見るところに到達するらしいですよ。うん、あ、嬉しい。嬉しいよね。いつものところしか覚えてないぐらいの。だからそう、見れるらしいよ、あれが。やったぜ。やったぜ。嬉しいです。頑張ろう、あとちょっと。はい、今は、ディネと夜デートです。今日は、うん、今日どうだった？今日は、君と初めてこうやって、うん、何時間も、うん、恵比寿から、うん、歩いてこれて、うん、幸せだよ。本当に、うん、汗かくのは嫌だけど、うん、君とこうやって歩いて過ごした汗はとっても大好き。え、俺のことは大好きだよ。さすがです。完璧なね、なんかさ、送る送る、うん、君と歩いなんか流した汗は大好きだよみたいな。絶対誰も言ったことないよ。新しいよ、なんか褒めゼルフみたいな感じだったよ。はぁ、長い一日でしたね。でも、おぉ、もうちょっと、もうちょっとだって。何何、なんか言ってるよね、今なんか言ってんの。桜に吹雪よ。早いね、まだね、放送されてない時に撮ってるから。桜吹雪よ。そこしか歌わない。笑い心だだ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 だ。ミツさんに変わりました。面白い。すぐだよ。あと目の鼻と鼻の先。もう噛むな。大事なとこ。目の鼻の先。目の鼻の。待って。うわ。すごい。いいね。見えるかな。見えるかな。あったかそう。あったかそう。じゃあ東京駅だ。やったね。嬉しいですよ。ほら見て、近づいてきたよ。もう本当に汗かかってる。うわー、うわ、すごい。見て、ここが正面。
ってはないのかな、わかんないけど、じゃーん、すごい綺麗ですね、めっちゃ綺麗だね、すごい、あ、わあ、すごい綺麗に写ってる、いい感じでございます。というわけで、はい、今、時刻の方が7時3分、おーい、約6時間半かけて、やばい、恵比寿からこちらの東京駅に到着いたしました。はい、よかった、はい、こんな6時間半も歩いた記憶はないですが、うん、一応言っとくんですけど、スゴロクロだとしか電車に乗ってないんです。本当に歩いたので、ガチで歩いたので、これぐらい、これだけは本当に言わせてください、マジで歩きました、本当に歩きました、はい、じゃあちょっと本当に歩いたかどうかを含めて今歩数計の方じゃ見せてもらっていいですか。いや、怖いなー。じゃあ、今までね、リネタが一番多くて、次に私で、まあ、ミツさんの受け継いだリッセンちゃんが一番少なかったの、はい、リッセンちゃんから。はい、行きます、じゃん、16,093歩。おー、やったー。で、ミツさんから受け継いだ時はね、2000歩とかだったの、2800とかだったから、だったので、そう、1万は行きたいなと思って、うん、なんとか行けてよかったです。あー、よかったです。はい、はい、じゃあ、続いて、じゃあソラハさん、はい、はい、いや、行っててほしい。今結構進んでましたよ、私も。だから、行けるかな、行きます、え、行ってない、18,700。でも惜しいですよ、惜しい、悔しい。でもこれもう、リネタにもう任すしかない、あと最後のプレッシャー、大丈夫だよ、最後のバーソナル、そうかね、行きますよ、はい、スイッチバーン、でーん、お、逆、2万1153。やっべー、目標の2万歩見事達成ということで、やばい、やばい、ありがとうリネー、本当にね、室内入る時とかね、意外とちょっと階段使ったりとかさ、ちょっと歩数を稼ごうっていうことをしてたので、ね、ここでさ、なんかもう無事こうだって達成感っていうか、うんうん、気持ちいい終わり方をできてるので、はい、リネタンガチャありがとうございます。でも全然いつもね、私MC で結構変なことを言ってみんなのみんなを引っ張ってるんで、ここで活躍できてよかったです。あー、みんなを引っ張ってるんで引っ張ってるんでって自分で言ったあ、そういう意味じゃないですけど、いやいやいや、よかったです、よかったです。私たち以外にも、今日本当にたくさんのスタッフさんが関わってくださって、暑い中、私たちもたくさんね、いっぱいもう動いてくださったりとかして、思い出ございます、うん、そうだね、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に涙続ける指ハートって感じで、もうとってもね、いい感じでした、指ハート